はい、ナナモンチャーノです。今回はですね、こちらのカードこれいつだろう、ビッグバンミッション10弾シークレットのねゴジータ GT を久々に使っていきたいと思います。はい、かっこいいよねこれ。100倍ビッグバンカメハメハドロドロやってんじゃねえよ。いやこれがですね、結構今強いのかなって思ってるのが、究極エナジーね、敵のガードを1にした上での、ダメージが与えられてる、で確定切れ持ちなので、こう究極エナジーグッパしている時にはもう相手のガードがまあ1になっている状態になるということなんですけども、はい、今回はこれのね、100倍ビッグバンカメハメハとこのね究極エナジーで華麗に決めていきたいところ、はい、さらに固定ダメージとかも、ね、持ってるんで、まあ、パンチャンリンクでねゴジータ GP を最大限に、ね、発揮させていけたらなと思ってます。で、流星ゴッドとかだと、まあ、ガンマで最初にね鉄色必要があるんですよ。軽減効果で、なんだそうだね、経験効果をねガンマで消してから、まあ、ゴジータぶっぱしないとちょっとねあれなんで、まあ、1ラウンド目に余力があればというか、まあね、5点キスに変えてエナジーね7個貯めてガンマで最初に、ドカバキをねやってからこれをやりたいね。そしたら実質貫通のね究極エナジーで、まあパワーもねめちゃめちゃねヨッシャーベジットとね合わせて乗っかってるんで、そこに女バターの 1.7 倍かければパワーが、4倍の 1.7 倍で、女バターでさらに1万アップ、記録消費かける3000アップっていう、もうねとんでもないとんでもないパワーになるっていう。はい、ゴジチル1キルかな。いやどうだろう、いやどうすかね。ちなみにゴジータ GT が先行取るとっていうか、取らないとアビが発動しないから、まあ、そこがもう なんていうかまあネックなんで、まあ、今回ね5000制限ガンマでがっつりねもう先行特化にしてみたんだけど、そうすると今度はね5000制限ガンマが来るというね、そうこれがあるとねちょっと先行取らないとマジでやってらんないんで、ちょっとここはマジで意地でも先行取りに行きたいところ。さあ相手はどう出てくるか。なるほどね、まあ復活封印かな、復活封印ミサイルっぽい。いやここは絶対取らないと死ぬな。逆に先行取れればこれだいぶ世界違うよ。はい、取れないと天と地だなこれマジで。いやーマジきつい、2ラウンド目ででも5000は出せんのかこっち。じゃあまだワンチャンね、復活アプリ復活封印じゃない。あーまあなら乱戦の選択肢もなくはないけども、いやマジかー、もうねワンパンしたかったのよゴジータ4で。で5点に変えた日も回になった。はい、いやーひどいねこれは。じゃんけんに負けたという感じでね、完全なるじゃんけん今のは。頼むから5点クス飲んでくってね。あでもゴジータ4も結局あれ上がってるしミラクル、まあただこれがうざいんだよな。うぜーマジ著作権、本当に著作権マジでやる。はい、いいね、もうこれで5000クイックを負けたらマジシャレになんないよ本当に。頼むよ次のラウンド、ひどいなこのゲームマジでひでえゲームだわ。はい、普通に勝っていく。まあでもゴジットで気絶するよね。いやーマジ論外それは。いやーミラクル出て頼むからパンちゃん、しょっぱなこれかよ。いやしょっぱなこれはマジできついから本当。あーでもいいね。でベジットの攻撃が被弾だから、まあ、それが嫌だ。うわそう、これが嫌なんですよね。はい、いいね。でまあ一応気絶は阻止したんだけど、まあ次でどうせクイック勝負に勝てないとまあ何もかも終わりということで。ちなみにここさ記録キラーかけてもシールドで回復されちゃうから意味ないのよ。2本回復されてその後に2倍でしょ、でチェンジスイッチされるから
相手が意地でも5000出るようになってるんだよね、これ。いやーなんだこれ。レベルダウンしてしまった。 65% キラーもダメ。ダメか、 65% でも先行取れない。じゃあもう5000クリックしかないね。はい、5000クリックしかない。アプリはそうだな、まあなんでもいいか。バトスプロードかけても意味ないし、うん、あーでかい。いやこれでかい、気力回復がでかいよ。でチェニスエッジでも気力回復するし、パンチャンで3000あるから、まあ、5000は出るね。てかこれさ危なかったんじゃない、意外と気力スパーン。てかむしろ倒せここで。よっしゃービジットで4倍でも回して、かはい、ビースト気絶したからそこに入って、はい、らない。あでもなんかいけそうなレベル。あー惜しい。あー足んないか、カフェでも足んなかったね今のは。じゃあもう普通にガンガンミサイルしても意味ないか。ブルドゴッドいいや。いやーつらいつらいバカゲーマジで。はい、さよならバイバイ。シャロット強すぎるんだよマジ。あとお前な、スーパーベジットな、息を吸うようにいるお前な、本当に遭遇率 99% 超えの君なんな、本当にいるだけで強いのなんなのマジ。強くなかった時ねえなお前本当。あーもううわー、因果応報じゃん。もうわけわかんないこれ多分。9万5000とか言ってるし、ふざけてるわマジで。シャロット多分おかしいわお前本当に。どうなってんねんあいつ、ほんま。さあ正規のボーン戦繰り広げた後はやっぱりいいデッキが来てくれるよね。はい、どっちもいない神だわ。まあ今話題の秩序チルドデッキですね。もう5000制限2枚はね、さすがにひどかった。はい、まあいいですね今回どっちもいない、 いないからね。うーん、あ、いい。あーでもクーラーがちょっときついかな。いやここはさ、ボジータ4の固定ダメージで、まあ、どうにかしたいから、エナジーだけ貯めよう。で、貯めて、ドカバキがあるか。あ、そうだ、ドカバキでクーラーはなんとかなるね。で、相手エナジーもたまんないし、まあ死にそうな気もするけどクーラーで、とりあえずこれでミラクル負けて、行ってみようかなと思います。結構このピッチャーがいいんだよね、これマジで。対人戦もワンチャン。はい、おっと、1枚出しじゃない、2枚出し。やってやるぜ。うん、いいね、15000。さらにエナジーがベジットでプラス2っていうね、というか、まあ、コテンクスでねプラス2という。でドカバキで貫通、多分貫通対策にクーラーを1枚じゃなくて、ね、腎臓も一緒に出して、あーっとそれがあったか。ダウル、それがあったか。ってことはドカバキが打てない。じゃあ相手はクーラー1枚出してよかったってことだねこれ。あー、いやパワーどうだろう。まあ4倍かかってるし、うん、まあまあ大丈夫でしょう。8000だとしても死破3万2000で、秩序ゴジ、秩序って言いづらいな、なんか合体ゴジだとご飯 SH で下げられたといっても、まあ、余裕でパワーは生きてるはず。はい、いいね。まあ、これはちょっと腎臓に当たってほしかったところだけども、エナジーがまあ6個でギリギリね、ちょっとドカバキが打てないのが残念。ただ次のラウンドはそれはもうできるんで、そこでまあもう、そうだね、スーパーベジットに変えて、もう固定ダメージ合わせて倒す。で、ベジータがブロバじゃないから、今回ね、ブロックバースト怖くないっていうので、もうベジット当てれば勝ちですと。さあ、思ったよりも硬いね、さすがはクーラといったところか。
はい、3200ダメージで、ここミラクル上がってます。さすが、さすが。さあこれでどうか。ベジータ4相当上がってるよ。あ、いや行ったかな。あ、行ったね。あー強い。これが痛かったのよ。いいね。どんぐらい入るかなこれ。でここで固定ダメージが、はい、3000ついて、はい、かっこいい。パワー4倍、4倍の4倍に 1.7 倍、やばすぎる。はい、余裕でいったっしょこれ。あー強い、どやー。はい、3万3000なんで、ゴジータ1人でまあ落とせてた感じですね。まあというかヒーロー連携のところだけでまあ落とせてた感じかな。はい、もう一戦やろう。そう、これが強いんすよ、ゴジは。だからね、これフィン、まあフィンだとちょっとあれかもだけど、まあ、先行さえ取れればエナジーゼロでもさ火力出せるんで。そう、こいつね、必殺技が先行取ると確定というね。あ、先行、あ、そうだよね、勝利時に確定なんで。いや、走行が強かった。あー、フィンがいる。フィンか、1、2、3、4、5。あ、ちょっと待って、足んないかも。これ、足んないかな、フィン取れて。フィンでしょ。いや、微妙は。チェンジ接させればギリギリ5000は出るかもしれない。1、2、3、4、5だから、まあ、クイックだね。クイック、あ、待って、クイック負けても取れんじゃん。きたー、神。クイック勝負負けても先行取れる。プラス3000だから、ここから6000で相手5000じゃん。いいね。で、ドミグラはあれどれだろうな。強者領域、アルティメットか、まあ、あとドミグラのエリートタイプであるとしたら、まあ、パワー吸収。いや、でもこの見た目だから違うね。あー、じゃあ強者領域だ、多分強者領域。でもフィンが入ってるところがちょっとワンチャン、あの倍増が上がるね、究極エナジー持ちのやつの可能性もあるというところを考慮して、まあ面倒くさいので、そうですね、まあ、1ラウンドで決めに行った方がいいかな。はい、これ相手だね。で、まあゴジータ GT に当たらなかったんで、これは OK です。さあ行ってみよう。ワンチャンこれさ、エリート負けてもありなんだよ。んー、でも火力足んなかったら嫌だから、まあ一応決めに行くか。火力足りないってことある？これいや強っ、強い、いいね。エナジーは上がらないと、ただ技確定が2人。あー、余裕でいったなこれ多分。で、ここ負けてもいいっす。はい、まあ一応勝っていく。で、次は絶対に決めないとやばい。しかもこれも何気強いというね。はい、この飴玉に対してね、どうやってギャラクティカしてるのかは分かんないけど、いいダメージで、わ、強っ、マジで8000ダメージ、それは出すぎな。はい、で、ここミラクル超アップ、ミラクル超アップが強すぎる。で、何も出ないとか言うね。はぁ、なんか出ろよ、本当にもう。超アップって信用ならないんですよね。超アップってなんだよな、マジで。なんか出るよ。つうかさ、確率明記しろ、マジで、そろそろ。本当に。何パーセントやね。超アップ、カッコ何パーやね。あー、65% ダウンでもこれダメ？ダメか。65% ダウンでも先行取られちゃうで、5000制限であれだから、あー、まあ一応ガンガンしとむ。なんか出ろよな、マジで。何にも出ないんだもん。てかミラクルほんと出ないね。
やっぱヒーロー分散されてるとダメってこと？マジで。ヒーロー分散されてると全然出ない。でここはポテンツが上がってる。ああま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 あ。やっぱエリート負けるべきだった。いらんかったなあのチャージ。エリートタイプ負けるべきでしたね。マジで。そうこれをやりたかったの。エリートタイプのところが違ったな。うわ、危ねえ。いやー、まあここはそうだね、もう5000クックしかないかな。はい、でお互いに5000制限の、まあ、おそらく相手が乱戦を制する戦車アプリ、乱戦を制する戦車アプリの PC 化しない、まあ自分だったら制する。で、ちょっとね、自分の方乱戦入ってなかったんで、うん、まあ適当にフォトスプロで仕込んだんですけども、はい、さよなら、バイバイ。もう泣いててもしょうがないからね。なんかダメだ、もう本当にやりたいことが決まんないときってテンション上がんないですね。マジでもう毒舌やばすぎたからちょっともうカットしたんですけど、ここ多分相手ウルゴットだよね。まあスーパーベジットにしても倒しに行くかこれ。ああやってこないんだ、はい。時間的にもやってこない、もういいわ、もうミラクル出ねえからさ、はい、まあもうこれでいい。必殺技当てれば勝ちでしょ。ゴジータ方かベジット当てれば勝ち。もうあれゴジータ方のスタンプなかったっけ。あ、いや、あれロットどうだろうね。ガードがさ、ガードがあるからそれが嫌なんだよな。はい、とりあえずこれで固定増やしておいて、相手が5連いないんで、はい、今日なんか知んないけどね、5連遭遇率 0% なのよ、なんか知んないけど。昨日はね、半分ぐらいいたんだけど、今日はね、1回も出てきてないです。はい、9周年アプリ、9周年アプリ、なるほど。これはいかないか。あ、行く、いいね、いいね、でかい。やったな。いやー、これでかいですね、3000ダメージは。で、転送が封じられてるんだよね。はい、いいね。いやー、そっか、でもアイオンストリアどうだろう、今。やっぱチルドにちょっとね、対抗できないのが辛いですけども、でもさ、戦闘力倍率消せんだよね。だったらサルサでよくねっていうのも思うんだけど、戦闘力倍率が消せる。あー、じゃあアイオスにさ、記録ダウン系のカード入れれば、まあ一応チルドデッキでも先行は取りに行けるという、のがありますが、はい、どうですかね、アイオス今。はい、でなんか知んないけど使えるのはなんで？まさかの国威が出てる。はい、ガードはめちゃめちゃ硬いから、いいね、5000ダウンめっちゃでかい。5000ダウンがめちゃめちゃでかい。いやー、やめて、マジで。ここは絶対に落とせないよ。よし。で、多分こっちの方がチャージ早かったから3000固定かな。ずるいよね、ゴッド、チャージ遅いからね。で、オーギクター、はい、オーギでかい。あー硬すぎ。で、ここパワーマイナス。つーか、あれアイアスでパワー半分にされてんのか、他のキャラでも。ゴジータ方が、まあ、1.7 かかってて、さらに4倍の、あと1万アップもあるから、まあそこそこ出してほしいですね。てかさ、これゴッド、最近思ったのが、こいつ軽減消してもさ、ガードめっちゃ硬いから5000ダメージ。そう、ガードで結構守れちゃうんですよ。やっぱチルドとかね、未来戦士とかでね、ガードも消さないと、ご覧のようにダメージがあまり入らないですと。ズドーン、強い、ドヤー。
さあちょっとずつテンションも回復してきたかな。でここは絶対ね当てないときつい。さあゴッドのエーススーパーベジットすごいなこれ。どうぞ。いやこれは無理、さすがに無理。さあ奥義ダブル龍拳カメハメハラッシュトリプル、あガンガン究極エナジードカバキ勝ったね。さすがに勝っただろこれは。あーいいね。じゃあせっかくだからゴジータ4で消えてもらおうか。ちなみにゴジ4だけガード1で攻撃できます。あとはガンマかな、ガンマも一応貫通でってことなんですけど、あーでもあれは貫通状態にするのはダメージの後か。じゃあもう実質大ダメージ与えられるのはゴジータ4とこれだね。これ奥義固定ダメージがねいっぱいついてるんで3000ダメージか。なのではいこんな感じで、あーいいダメージ、ダブ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 、よし、いいんじゃない、いけー、ドーン、うん、まあ5000どうだろうね。いや、ゴジ砲だけでいけるかな。はい、こんな感じでね、この後にガード無効なので、ダメージはしょぼいんですけども、はい、これが強いね。はい、まあ勝ったかな。いやもうゴジータ4で、ゴジータ4でいこう。はい、来た、これが強い。はい、久しぶりのゴジータ4の究極エナジーです。さあパワー4倍に 1.7 倍、 1.5 倍、最後に 1.5 倍で気絶のガルチ、強すぎじゃない、すごいエナジー10個、あー強い。おお19000、はい、ということで、あーなるほど、そっかこれドカバキの方がゴジータ4のアルティメットエナジーより速いから、ワンチャンこのヒットベジータいらなかったかも。まあエナジー貯める必要はあるけど、7さえ溜まってればドカバキ打って貫通にしてからゴジータ4やればゴッドもね飛ばせるから、ここはさっきと同じようにヨッシャーベジットにして火力をさらに上げるのはいいかもしれない。で、あのなんか知んないけど体感バイバイ悟空減ってるから、ゴジータ4みたいなアルティメットエナジーで大ダメージ与えられるドミグラとかのそういうキャラクターはめちゃめちゃいいと思いました。はい、ということでね、今回無事に勝ててよかったです。久々にゴジータ4を使えて楽しかった、はい、最高だこの組み合わせは。ということで、もしよろしければチャンネル登録高評価もよろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。お疲れ様です。今日のノアチャンネルは終わり。また見てね。